はい、皆さんこんにちは、ニシです。今日はですね、何の車両で遊びましょうかねっていうと、これやった、これやった、 E2 系新幹線やった、お、ホンダ E6 系新幹線、あ、盛岡から秋田までなんだ。じゃあ5分ぐらいで終わっちゃうんじゃない。まもなく出発します。やっぱプラレールってつくだけあって3両編成なんだ。あ、格納だって。本日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。 Ladies and gentlemen, welcome to the 新幹線。 Thank you。ちゃんとね、日本語バージョンと英語バージョンのアナウンスが流れるんだ。角野田って雫石とかと思うのかな。お、あ、田沢湖。田沢湖って確か止まったよね。駅あるよね。電車で GO2 だっけな。電車、あ、電車で GO プロフェッショナル仕様であったんだ、せいや。駅に近づいてきた。前さ、でも、はやぶさと切り離すシーンあったよね。前、新幹線で行こうの方ね、プラスじゃない方、そこが変わったね。学校であってはなんか止まったね。すごいぞ、はい、次はどこに止まんの。雫石飛ばすのかな。ドアを閉めてね。あ、大曲がりに行くんだ。大曲がりか。おお。で、大曲がりは来たか。あ、夕焼け、朝日じゃないよね、夕焼けだよ。まあ夕日ですから。車両もすれ違わないね。前は E3 系も収録されたけど、E6 系収録されてたっけな。あ、いたいた。E6 系新幹線、小町。三両編成。あ、プラレールだから三両編成。大曲がりってね、西武のピッチャーでいるんだよね。いいピッチャーなんだけどね。スライダー主体に投げるピッチャーなんだよ。西武に大曲がりっていうピッチャーね、すごい期待してんだけど。一時はなんか守護神候補なんてね、オープン戦の開幕、2023年のシーズン開幕前はそう言われてたんだけどね。あ、どうでしょう。すごいぞ。おお、いいね。次が秋田か。まもなく出発します。はい、大曲がりから秋田新幹線乗る人いるのかな。いるか。でも料金高くなりそうだよ。
YouTube でね、鉄道 PV なんか見るとさ、秋田はきっといい日になるって、タイトル、秋田はきっといい日になるってタイトルで動画投稿してる人いるんだよね。明日はきっといい日になるって曲あるじゃないですか。あれを秋田にしたんだよね。明日じゃなくて秋田にして。お、踏切だ。あの曲いいよね。明日はきっといい日になるって。あれで鉄道 PV 作ったらね、それはいいよね。何にでもなるよ。うん、鉄道 PV 見るのも最近ハマりましたね。ハマってきて。いいなーって、自分でも作ってみたいなって思いますよ。まもなく、秋田です。本日も、新幹線を。一回鉄道模型 PV ってね、世界に一つだけの花でやったんだけど。駅が近いぞ。スピードを下げて。まあでもああいう PV 自分で作るとなんかまた見返したくなるからね。こういうわけのわかんないね、自分のゲーム実況なんて聞き返したくもないからさ。これでこの辺でブレーキ。すごいぞ。あと5分ぐらいでしょ、収録。6分55秒。おめでとう。はい、ありがとう。まあ、こんな感じですね。収録時間も短いしね。図鑑に追加されたよ。遊びたいモードを選ぼう。まあ、どんどん列車図鑑に。まあ、列車図鑑も後で全部見ますので。はい。ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。